今日はちょっとね、もうノイズネタが結構続いてるとは思うんですけど、あちょっとこの順番、動画が上がる順番はどうなのか知りませんけど、 あのノイズに関することをお客様に話すことが結構多いので、それ、情報共有しようかなと思います。あのですね例えばあ、これも言っとかないと、やっぱり知らない人いるんだなと、別にあの、ね、何でも,もうちょっと、ねま、た前振り申し訳ないんだけど、あの言ってくるクソコメのやつらにも本当に言いたいんだけどあの、細かいことを指摘しすぎっていうか、いやこれ、話の趣旨と全く関係ねえじゃんってことを指摘するやつが結構いたりするから、もうめんどくさいんですよ、はっきり言うと。あのやめてくくださいそんなのののとか例えばこの この文脈からこの言葉遣いはおかしいとか、この,何なんていうの,この単語はなんかこの楽器と関係ない話ねとか言ってるとか、いや、なんでいちいちそこに行くのみたいな、なんでそこを注目してるのみたいな、ちょっとさすがにもう笑えないなって思うんですよね。なんだったらもう見なくていいですよって、はっきりときます。はいですじゃあ、それはもう置いときます。で、例えば、あのフラットワウンドとか、例えばナイロン弦ってあるじゃないですか。 あれらが例えばあのいや、まあ、そ,それ前にゲンアースってあるじゃないですかあのゲンアースが取れる取れないって話分かりますかね これやっぱ分かんない人がいくつかいいるんですくつかって言っても、こんなやついくつかって言って、まあ、ただの言い間違いでしょいや別にいいじゃないですか。まあ、いくつかって言っては、まあいくつかっていうのは、ものに対する人に対して使う言葉じゃないよってことだと思うんだけど、こんなことにいちいちなんかコメント書いてきて、いやあのこれはあのギターの情報とかを得るための動画だから、そんなのどうでもよくねとか、あのそんなことなんて気にそこまで気にすることなのかって話なんですよね。もうめんどくさいんで、あのうちはそんなことに受け付けしませんとだけ言っておきます。また前振りもし 蒸し返しちゃったけどとりあえずあの弦を触れなかったらノイズは基本的に出ます触れたらノイズ消えるこれがまず普通ですじゃあそれをあの前からその前かそのちょ順番わかんないんだけど言ってるんですけどそれプラスして弦弦によっっててスが取れる取れれるないってやつも存在します例えば今日あったのがこれねナイロン弦とかこんなんあるんですよあいわゆるあの表面ね いわゆる弦の表面が、例えばこういう今切ったやつだけど、これ,これ,これベース弦じゃないですよ。あの、例えばこの表面が金属だったらブリッジに接して、でブリッジっていうのはブリッジアースってことで配線がそのマイナスとして配線されてて、それがコントロールプレートなりコントロールのなんか部品にこうくっついてって、マイナスにくっついてるんですよね。このハンダ付けでね。 だからいわゆるこの弦を触るってことはマイナスに触れるってことなんですよ。だからこ,うこういう行為が発生するんですけど、じゃあ、ここの表面が金属じゃなかった場合、どうなるかというと、その自分がこうマイナスに触れてノイズを消すっていう効果が生まれなくなるんですよね。ということは、弦を触っていない状態でノイズが鳴ります。これは普通です。触れたらノイズが消えます。これ普通ですと。だけど、触れたときに、このマイナスっていうのは、自分がマイナスに触れないから、この効果が発生しないから、ノイズが出続けるんですよ。 で例えば、それが異常だ、ノイズが出るってことで、まあ、まあ知らない人が持ち込まれて、えこれってナイロン弦だからですよってで、これでちょっと注意点なのが、エリクサーでこれ、通電しないやつがあったりします。ちょっとびっくりなんだけど、例えば、こういうテスターとかで、こうやって音が鳴るやつね、まあ、こういう設定があるんだけど、モードとして、こうなんてやつを、例えば、まあ、例えば弦ね、弦で、最終的このブリッジだったり、ジャックだったりとかその、まあ、言ったらジャックまで通電してたら OK なんですよね。 だからこんなうしてなるじゃないですか。で最終的にジャックで繋つなげてこれピーってやったらちゃんと弦圧取れてるんでいいんだけど例えばこれが例えばエリクサーだった場合ねエリクサーって通電するやつとしないやつがあったりして例えばノイズが出てなかったのに弦交換したらなんかノイズが出てきましたってやつがあったりするんで、まあ、うちもこれ経験でもわ分かるからそれでちなみに何の弦使ってますかって聞いたりとかして。 エリクサーだったりこういうナイロン弦みたいなやつだったりとかしてああそれ弦が通電しないからですよって感じになるんですけどそこら辺がねやっぱ知らない人いたりするんですよねでそのエリクサーもあのー、一時なのかそのたまたまなんか例えばコーティングが厚くて金属が触れない状態なってんのかそれはちょっと自分の中で詳細はわからないんですけど本当にあったりしてだからなんでかなっていうねでも通電するやつはするんですよちゃんとねただ何なのこれ不良品なのかたまたまそのなんかロットによって その分厚すぎるコーティングが分厚すぎてこの金属が露出してないから触れられないってことなのかそこはちょっと分かりませんけどそんな現象があったりするんで気をつけた方がいいです。だからそれぐらいですかね。だからそのななんつうのだ、あのー、全部同じものじゃないよってことを言いたいってこととあとこのナイロンそもそもナイロンって言ったら金属じゃないでしょとかねあったりしますからそんなのがあったりしますっていうお話でした。 とにかくあのノイズってね細かいとこを言えばすごい細かいんですよこれあくまで楽器のせいっていうか楽器のせいっていうかあとこのパーツの質というかあるからそもそもそれを選択してつけてたらそのアースが取れないよって話もそうなんですけどあと自分のせいってパターンもあるんですよねこれはあくまでこのあくまでってこれもう言ったら調べて出てくる話でもあるんだけど自分自体がノイズが多い人っていうことも結構ありえるんですよね 例えば静電気を帯電しやすい体質とか、体質って言ったらなんかじゃあ人それぞれじゃないかってなるかもしれないですけど、具体的には不健康な人、例えば自分あの健康の発信とかもしてるじゃないですか、別にあれって全く関係ないわけじゃないですからね、だって人間なんて、だってギターって指でこうやって触って弾くじゃんとか、右手動かすじゃんとか、か言うたら人間の体使って音出してるから、じゃあ体の状態が音に関係ないわけないじゃんとかで、一応繋がってはいるんですよね。 で当然ながら、あの指がちゃんとこうして、なんていうの、滑らかに動かせるかどうかっていうのも、まあ、もちろん練習もあるけど、体はそういう滑らかさっていうか、例えばなんか、錆びたチェーンと、滑らかなチェーンって言ったら分かりやすいですかね、自転車とかで。錆びたチェーンはガチャ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 ってなんか引っかかるような回り方するけど、その、ちゃんとした状態だと滑らかに回っていくじゃないですか。あれと一緒で、指もそんな感じだと思うんですよね。不健康なやつっていうのは、やっぱりこういうところの滑らかさがあんまりないとか、これは結構、なんていうのかな、理にかなってる話じゃないかなって思うんですよね。健康状態っていうのがね。 まあそこはもうこう詳しくはまあどっかの健康チャンネルで見てって話なんですけど例えばあのいわゆる酸性の体っていうんですかねいわゆる体調がたとえ体調っていうかまあまあ体質といえばいいのかあまあいたら酸性とアルカリ性って言葉あるじゃないですか酸性によってる人っていうのは帯電しやすいんですっていわゆる具体的にこの静電気を帯びやすいとかねなりやすいとかもちろん外的に 外敵っていうのは身の回りにそういわゆるなんかノイズがすごい強いものとか何な,ならそのアースがちゃんと取れてないやつが放電って言っていいのかな例えば放電するものを触ったりとかしたらそこからのなんかちょっとした感電ね感電っていうの,はあの死ぬレベルじゃなくてび微妙なね微量な感電があってそれで自分の体にそういうのが触れてたりとかして帯電してるとかね。 でそれが結構ギターとかさっていうとノイズの原因になるとか、ね、自分自身がそもそもギターに触れてるからノイズが多いとかっていうパターンもあったりするっぽいんでだからこそあの身の回り例えばまあ見たら自分の身の回りにノイズ源があるんじゃないかとかパソコンだったりモニターだったりとか何かしら動作してるものがそっから何かしら、まあ、人間の耳には聞こえてないんだけど実際に鳴ってるものがあったりとか何なら実際に鳴ってるものとかが身の回りにあったりするんですよね。 であとはもうよく言われてる、まあ、これはちょっと都市伝説陰謀論の話になるかもしれないですけどワクワクした人これはただね自分ありえると全然思ってるんですよねなんでかっていうとあれの成分がまあ言ったら金属成分とかが入ってるからってことなんですけど言うたらこう飛び交うノイズとかっていうのは言うたら金属に集まるんですよねまあかるじゃないですか皆さんって例えば銅箔テープとかアルミテープをザグリに貼って あのノイズが逆に増えた人っていませんかねこれなんでかって理由をちゃんと簡単に説明できるんですけど基本的にアースに落とさないと意味ないんですよこの例えばシールド効果っていってこの必要な大事な電化,電化,電化,電化線で必要なパーツをの金属で囲ってそれをアースに落とすことでこシールド効果が生まれるんですけどそれアースを落とさなかったら単純にノイズがその金属に集まってそれがこのパーツに入って,ノイズなんて音にノイズが増えるんですよねって原理があるんですけど だそれを言うたららちゃんとアースに取らないといいいけないんですよねだいわゆる金属にノイズが集まるっていう性質はこの自分でやったりとかした人が、まあ、言ったら失敗した人っていうのがよくわかる話なんですよねだからこのアルミテープとか銅箔でちゃんとまあスあそってないんだけどちゃんと貼ったのになんかノイズがすごくうるさくなったぞっていうパターンがそれですだ言ってることがありますいわゆるこののの金属の成分をなんていうの ちゃんと処理できなかったノイズが増えるというか、まあ、言ったら集まっているのを合わせに落とすちゃんと押さないとあのノイズが消えないってことで伝わってますっていうこと。だからその集まるんですよ、その貼ったアルミテープとか銅パックにノイズが集まっているってことだけは知っててほしいんですよね。だからいわゆる人間もそうで、いわゆる体,体の内部にそういう重金属成分というか、金属成分というか化、化学成分というか、が多いと、そういう意味ではこのノイズを集めやすい体になっているはずなんですよね。でその集まった体を ギターに触れて弾くことでノイズが増えるってことも自分は全然ありえる。話じゃないかなって思います。まあ、言うたら、まあはっきり言ったら、ワクワクした人はノイズが多いんじゃないかなって自分は思います。まあ、それの言葉の意味がわからないんだったら、自分で調べてください。これはあのバンになる用語なんで自分の口からは言えないです。 でなおかつ、これで負けたらもうお亡くなりになる人もいたりするんで、さすがにもう、そろそろこれ、例えば陰謀論だとかっていう人、ちょっともう、頭どうかしてるんじゃないかとい自分ははっきり言いたいなって思います。もうこんだけ情報が出てて、こんだけのお亡くりなり,おの,お亡くなりの,その数が出てて、なんともないんじゃないかっていうその、そう思う思考が自分は正直理解ができないです。なんかある,なんかあるっても、そのなんかって具体的にわからない人も、可能性は結構高く出てるから。うん いやだったらやらない方がいいんじゃないとかやるやる方がまず間違ってるんじゃないとかねでなおかつこれからも自分あの発表しますけどあの10月からあの新たなワクワクがなんか始まるそうなんですねでちなみにあれはかなりなんか強いそのまあまあこれも言葉がはっきりと言えないから言ったらバナールから言えないんだけどまあまあ言ったらシェネシェがすごい危険性を増してるようなので。 10月以降というか、まあ、そう10月前ぐらい前で、まあ、9月ぐらいでもう発表しますけど、うちでは、それのチェックを行います。チェックで、それで、まあ、やった人っていうのは、基本的にもう入店はできません、対応不可となります。ってことは、まあまあ、今今この状態で、もう常に伝えてはいるけど、表にちゃんと出しますんで、だいわゆるあの周りに迷惑かける行為をやめてくださいって話なんですよねこの、この動画を通じてね。 だいわゆるもう訳のわからないことをやらないでください、でなおかつそれが自分だけじゃなくて、周りにも迷惑をかける行為になる可能性がすごい高いので、今現在でそれが分かってるから、ワクワクで、シェっていうのが実際起きてて、匂いがやばいとかで、それで喉が痛い、頭痛いとか、動悸がしてくるとか、いろんな各所に痛いところが出てくるとか、やっぱそういう症状がもう調べりゃいくらでも自分だけじゃなくて、いろんな人が出てくる情報を出してるから、もうこれは真実なんですよ。 それをなんで、今さら知りませんでしたなのか、知っててやるのかっていうのは、自分はもう正直理解ができなくて、でそうする人っていうのは、他人に迷惑をかけてもなんとも思わない人なのかなっていう、だトラブルの元になる人なのかなって判断しますんで、そういう人はもう今後、入店は不可となりますっていうことだけは今のうちに言っておきます。このよノイズとあん,、まあんま関係ないわけでは、関係あるよ、この話ね。あるから、だからその機械のせいだけじゃない可能性があるよっていう意識を持っててほしいんですよね。 もしかしたら過去にあったワクワクの影響なんじゃないかとか、まあ、言ったらそれを出さないといけないんですよね解読って意味でだからそういうのもあるからあの危機だけのせいじゃない可能性があるよって話でねだからその危機以外の要素をだからそういう何かしらの,その危機が悪さ、まあ、危機以外の要素一緒だね本体の要素周りの危機の要素自分の要素のこの3つをまず何て言うの前提においていろんなことを試してそのノイズを減らす努力ってのを した方がいいですよねで大体の人は、大体この機器のせいで、ま、まず第一にこのギターのせいだと思うんですよね。この本体この、このギターをつなげたらノイズが鳴るんだってことで、本体のせいだって判断すると結構いるんですけど、いやそもそもそのギターの詳細が、じゃあ別のギターと同じものなんですかとか、中身はどうなんですかノイズ処理がされてるんですかされてないんですかみたいな感じでね。だからその条件が違ってたりするんですよね。あとシングルコールなんですかハムバッカーなんですかとかでも変わってきますから。 だからギターだって言ってもそのギターの中身はあの別々っていうか違う場合がありますよってことでも知ってほしくてで環境がみんな違うからノイズの大小は結構違うんですよ部屋が狭いのか広いのかでもあるしそういうこの機器が近いのか遠いのかでもありますし対策されてるのかされてないのか部屋自体のアース工事してある状態なのかされてない状態なのかとかみんな違うんですよねそこになんかフォーカスを当ててってほしいんですよだからこの原因っていうのは言えば たくさん出てくるんですよねだからそれを一個一個潰していく作業なんですよノイズ対策っていうのは。でそこもいろいろやっていって最終的にあと自分の問題そのさっき言ったやつだったりあとはその自分の,その,なんうの健康状態が良くない酸性寄りになっててその悪,い悪いっていうかのいわゆる静電気が溜まっているとかねそういう要素が考えられますから、まあ、もしかは何かからのそういう,なんていうの放射的なやつが体に溜まっている可能性も全然あるんだけど。 そういうところにフォーカスを当ててった方がいいと思います。だからとにかくね。あの全部ギターのせいにしない方がいいよ。っていうお話でした。参考になれば幸いです。じゃ、ご清聴ありがとうございました。